いけてるか。<laughs> どうもボビー・アトレーザーのボビーです。えー、今日はですね、えー、12月3日のお木曜日ね、えー、の午後でまん,まん午後になりました。<laughs> 何言ってんのね、えー。93回目の発信になります。それではオープニングムービーをどうぞ。 ボビーア・アトレザーのボビーです。えー、大阪のですね、えー、ボビーア・アトレザーのアトリエからライブでお届けしております。ね、えー、もう寒いよね、外はね。うん、もう完全に十二月やね。うん、あのー、体調は万全ですか。ね、えー、まあ、えー、まあ昨日はね、ちょっと、えー、昨日あそうあとで話そうかする。<laughs> ねえー、まあ今朝もですね、えー、昨日からですねいろいろブログを書いたりとかしてて、まあ、やっと昼前に更新したんでね是非ブログもですねホームページから飛んでご覧くださいねえー、っとまあ昨日放送された番組があってですね、まあ、今日今朝ですね朝早くう起きたんでねえ録画をちょっと見てたんですけど えそれ何の番組か言ったらシド・ミードの世界なんですけどねえご存知でしょうかねシド・ミードねええー僕の結構大好きなあの工業デザイナーなんですけどね SF とかああそういう特撮関係とかすごい好きやったのでもともとほんでまあデザインの, <laughs> あのを学んだりしてましたんでねえそういうなんで、えー あのーすごく好き,好きなんですね。で今手元にもうボロボロの本があるしシノビードの作品ですね。これこう,こう見た方<れ>がいいかな。これね。こうこういう方がいいかな。もうあの、古い洋書です。ね。センチネルっていう,うって書いてあるかな。あの、これも 何年前やろうなもう何十年前のお作品なんですけどもういまだに刺激受けますね、うん、見ますねもう何て言うの先見の目があるというかあのワクワクしますねテンション上がりますねあのー、まあもう去年のね冬ちょうど12月の末ぐらいにね、えー、お亡くなりになられたんですけど、えー、トップランナーですよねでまあ僕も学生時代にあのー 存在を知って、ね、でまあ当時雑誌とか特に当時はねいろいろ宇宙船とかそういう雑誌とかあの要は特撮系の、うん、まあオタク系な本をね、えー、結構読んでたんででまあそういうなんでパラッと見たりとかなんかそういう情報してね、まあ、ネットはない時代なんでで社会人になってですね えー、たまたま、まあ、そういう、まあ、まあ仕事をして,てですねデザインをしながらディスプレイの仕事をしてたんですけどそのデザインをしながらですね、まあ、ある時ですね、えー、まああのー、それをわーっとやってた時にこのセンチネルのこの本があ、ね、出てきてですねうわーってテンション上がったわけですよ爆上がり。<laughs> でもうこれ廃棄するとか言ってからもうこれはもう僕あの昔から好きやったんですよって映画の「のブレードランナー」とかねもうブレードランナーもう本当に大好きでね何回も見ましたね映画館もリバイバルも見に行ったしハリソン・フォーゾーのねでビデオ当時 VHSVHS <laughs> も 何とかな何とか編って結構あのバージョンディ,レクターディレクターズカットとかいろいろあるんですよね、えー、そういうのも全て買いましたねでレ,レーザーディスクも持ってますね <laughs>、うん、であとですねあ,あそうや初めて見たのが大学生の図書館やわこれ、うん あのー、図書館、まあ、大阪芸大っていうところだったんですけどもそこのお、まあ、僕はまあ貧乏学生でねで何んですかね、あのー、冷暖房のない部屋にずっと一人暮らししてたんですけどでやっぱこう夏暑いじゃないですかでまあ、あのー、授業は何で、まあ、言ってたかとと、まあ授業をね行ってたらですね、えーまあ、一人暮らししてたんであの、ね、ネットもそんな,ないでしょもうラ,ジオラジオが友達みたいなとこやったから。でだからまあ,あのー ななんていう,んうなえー、っとずっとおまあ家ね自まあ下宿で家てるももう心なんか心が病みそうになるからでまあ大学にね行けばあ誰かしらと会うしうんまあまあそんなにあのがっつりっていうあれもないんですけどそれで,でまあ あの図書館があ,あるわけですね図書館利用カードを、ね、作ってねもう今でもなんかほんま扱えるらしいんですけどその利用カードが今ないんであ入られへんんだけどね当時その図書館に、まあ、まあ芸大からの映像とかいろいろあるじゃないですか CD とか,か CD とかね聴けるわけですよで冷房聴いとるしでもう暑いからね夏もう干からびてまうからもうだからもうずっとですね えー、週間にいる時間がなかったんですねあの授業と授業の合間の45時間とかね、うん、でレーザーディスクがあったんですよね大学にこれはもうレンタル CD かんレ,レンタルせんでもここで見れるやんと思ってそれもおー、ね、レーザーディスクやしと思って <laughs> で何気にパッとあって「ブレードランナー」と思ってでブレードランナーを見てで えー、なんかなんていうの当時日曜大行進テレビジョッキーかな、うん、テレビジョッキーかなんかでよくの映画の紹介のちょっとしたコーナーがあるわけですねその時に、えー、チラッとブレードランナーのことをこう頭に、えー、耳小耳にああのずっとのこなんか脳裏に残ってましてでこれかと思ってで、まあ、映画、まあ、見たんですねあ、まああの A A、文字版やからら日本語見ながらね。 なさっぱりわからなのこうなんて言うずっと雨降ってるしね <laughs> だ,けどだけどなんかこう惹かれるもんがあってでもうあの社会人になってからも、まあ、なんかこう残ってたんで耳にでまああの DVD じゃないわビデ,オでビデオテープかなそれを 買って何回も何回も同じ映画ばかり見てましたけどね、えー、もう一回見たいなという感じですけどねでまあそのですごい有名ですよねそのシドミードっていうたら一般的に知られるっていう風になったのねであとはもう2010年2001年「宇宙の旅の」の続編の2010年も多分確かデザインをいろいろされてたんじゃないですかね。あと 見てないですけどあのガンダムも <laughs> シドミード版とかヤマトもあるんじゃないかな宇宙戦艦ヤマトも。うんね、あのこういうういいい話についででいますでしょうか <laughs> ごめんなさいねあのレーザーの話よりもまあさどね、そのーレーザーの話とは違いますけどただまあインスピレーションというかあなんかこう訴えかけられるっていうかな,なんかこう掘り起こされるというかあそういうね、えー なんかこう湧き上がるもんっていうのなんか着火心に着火するというか、うん、そういうふうな刺激をすごくもらえたんですよね。でまあ、えー、今日ねあのまだあのもうちょっと、まあ、あ今日はまたあのおひ昼,昼ご飯でも食べながらですねこれをお中をねこうパラパラとこうお見ながらですねこれ手書きですからね CG も, C G でもな,いない時代のお作品なんですけどね。 まああのもともと「スター・ウォーズ」とか僕もそのそういうの好きだったからあのー、なんかそういうなんなんか。 思い出すような感じねあとなんか近未来のっていうか60年代70年代のねなんかそういう未来感というか全然そこに追いついてないなと思って人の頭の思考ってすごいなと思ったしであの <laughs> お僕もちら、ね、今,日今朝ちら,っとちらっとっていうか一回打っとして見ただけなんでちょっとメモとかに、えー、56とか取ってなかったんですけどねあの2012年のお再,再放送みたいな感じだったんですねであとですね。 すごくいいこと言ってましたね、うん、その8年後の、ね、今こう今朝を見てる今朝こうやってその映像を見ながらですねあの何て言う,うんやろうやっぱり明,明,明るい未来を想像しながらねその通りになっていくというかね あのやっぱり人の思考があこ,うあのこういう未来のこう都市とかこう家電やらなんか諸もろもろね作っていってるっていうようなことをですねなんかような雰囲気のことを述べてました、ね、最後にね、うん、なるほどなと思いますし、うん、あのすごくこうし朝から刺激的でしたねなんかもう僕はねもうあの、まあ、レザーを通してですけどなんかそういう,うなんていうかなパッションね共有できるようなね うん、あのー、作品がどんどんね作れればなという感じでまたなんかあます、ねでななんかまあ昨日もお話ししたんですけど、えー、このネットを通じてですねインターネットを通じて、あのー、例えばまあこうシロミドだとかね、まあ のこういうデザイナーメカデザイナー、えー、っとこういう「スター・ウォーズ」のズロックとかねいろいろある種オタクですよ、ねうんまあ他にもあのいっぱいあ,のあるんですけどね、まあ、これまあ僕の要素の一つですけどねボビーのねこれもうメカデザイナーっていうことのつながりですねこれあの神戸って方がまあかな大河原邦夫さんのね、えー、個展に行った時のね えー、ずろくですねこんなバースやつねね、うん、みたいです、ね、な,なかなかあゆっくり、えー、じっくり、えー、読む機会もない時間も <laughs> ね作ってないんですけどねやっぱりこう、えー、紙媒体っていうのはやっぱり、あのーね、逆に貴重なんじゃないかなと思ったりもしますしあとなんかそういうネットがあるから、あのー、こういうことで、えー、共感というかし合える仲間も増えてきたし何、あのー、ですかね まあで要はこういうふうなんでねだから破棄されるという,ということはですね何の周りの人たちはですねあのこう熱くなんか別にスルーなんですよね <laughs> うん、そういう環境でずっとななんんいてたんであのこう熱くなる場所が、ね、こうちょっと僕はずれてたのかどうかわかりませんですけどうん、だからそういうふうなこともですねあの語り合えるようなあねネット通じですけど。 なんかあ視野が広いんやなと同じように思っている方とかはあいてるなと思ったりするし逆にそういう方があ「こういうの好きやで」って言ったら、あのー、興味を持って何、えー、か調べたりとかあどっかで、あのー、例えば梅田とか南とかねブラッとこう例えば本屋拾った時に何か見つけ出したりとか、まあ、何でも出会いなんでねでそこそから深掘りするようになんか好きになっていったりとか。 まあ、こういう要素ですよね。そういう本とか、カルチャーとか、そういう要素が絡み合って、えー、ボビーアトレザーの作品も生まれているような気がしますし、えー。なんかこう、いろんな視野がとかが広がっていってるような気がしますね。だから、まあ、だから言うわけでもないけど、ーボビーアトレザーのーこの世界観をね、えー、に刺激をね。 受けてなんかこういろんなことに興味を持ってもらえたらそれはそれでまた僕も張り合いがあるし嬉しいしなんかそういう熱いエネルギーの共有がなんかこれからもね生まれていったらなと思いますね。まあそんな感じでマイブームな話でしたけどねまあシドビードのデザイナーのね工業デザイナーのえー番組を見てすごくこう高なったんで。 高まったんでねそれで一応今朝はねその話をさせていただきましたそれではですね、えー、今日もお素敵な一日をお過ごしくださいボビーでしたじゃあねバイ